酒好きの俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はですね、またビールなんですけど、またアサヒです。アサヒのドライプレミアム。これ前回ね、なんか似たようなこのパッケージのやつがあったんですが、実はこれですね、超限定なんです。何が限定かというと、ギフト販売だけですね。ギフトだけの特別限定醸造。大切な人に送っていただきたいスーパードライのプレミアムビールです。と書いてあります。これね、なぜ手に入ったかというと、これギフトで買ってないんですけど、普通に店にね、これ単品で売ってたんです。と思って、俺も最初びっくりして、あれこれギフト限定じゃなかったと思って、見たら普通に売ってるの。マジかよみたいな。えりすぐりの厳選素材を使用し、醸造工程で一手間かけた贅沢醸造とスーパードライ酵母を採用することにより、深い味わいと爽快で澄み切った切れ味が再現しました。実現しました。厳選素材。1、国産ゴールデン麦芽使用。2、希少素材。アマリロホップ一部使用。3、スーパードライ酵母、括弧318号酵母を使用。なるほど。スーパードライ酵母なんてあるんだ。へぇ。アルコール度数 5.5%。原材料。麦芽ホップ、米、コーンスターチ。コーンとスターチか。これは麦芽 100% ビールではないですね。まあ、スーパードライがそうですからね。麦芽 100% じゃない。はい、今回は、じゃーん、カラムーチョの燃えるチリ味。辛さ8倍。夏しか味わえない危険な刺激。本品は辛いため、辛いものが苦手な方や小さいお子様はご注意ください。まあ、そこまでこれ辛くないな、多分な。まあいいや。多分うまいと思う、これは。前のね、あの、白いやつよか。うまいんではないか、これ。まあ、色が濃いですけどね。そんじゃ乾杯。前の三つ星の評価のね、あれになんないでくれよ。うん。うん。ん?これは苦い。うん。うん。これうまいな。やっぱり。さっきのと全然違う。もうさっきの名前も忘れた。なんかプレミアムばっかりでなんか、なんたらかんたら、あれか。クラシックプレミアムか。うん。これ苦味が、独特なコクもありますね。うん。スーパードライにはない。舌に残るような。なんか、うん。苦味?甘さも感じられる。甘さも感じられる。これうまいな。これはもう、うまい。全然違う。クラシックプレミアムとは大違い。桁が違うというか、もうあれが違うわ。次元が違うレベル。うん。こういうのを出してよ。そんじゃ、いただきまーす。うん。うん。あ、辛い。うん。うん。
これは辛い。うん。ん？ちょっと待った。辛いのとビールってちょっとあれだ。辛さで味がわけわからんが。よく考えたら。あんまりあれだな。つまみはちょっと辛いのだと、こういうプレミアムなビールを飲むのにはちょっと適さないですね。あ、辛い、これ。あ、辛い。やっぱプレミアムビールはあんまりその刺激が強いやつを飲むとダメですね。あ、辛っ。あーあー、これ辛い。スーパードライのプレミアム。もう味がもうさっぱりわからんくなったわ。さっきとは全然違う。うわ。門外不出のアサヒビール独自の酵母、スーパードライ酵母だって。あ、辛っ。あ、辛いの飲んだ後に、炭酸系を飲むと、ものすごい辛い。あ、これは辛い。うわ。異常なほど、刺激がきつい。ああ。ああ。ホコタテで、ホコタテっていう番組があるんですけど、それで絶対に行かせる男と絶対行かない男の対決すごすぎ笑った。あ、ホコタテか。これ違うのか。は？え、何これ、気色悪いんだけど。しかも男じゃねえか。絶対に行かない AV 男優と
絶対に行かせる男、タクヤ。気持ち悪いな、こいつ。てか、AV 男優で行かないっておかしくね？いや、まあ、おかしくもないのか。ある程度、その、制御が効くんだろうな。AV 男優。でも、俺マジで、一回も行ったことないけどな。あれで、エッチで一回も行ったことない。でですね、最近話題になっている、LINE 殺人事件というか、16歳少女の、殺人事件ですね。これがちょっと、個人的にちょっと訳がわからないんですけど、それについてちょっと今回、ここでちょっと、真面目にちょっと語っていきますけども、この LINE で、なんか、いろいろなんかいい。で、やりとりして、で、それで喧嘩になってぶっ殺したっていうことなんですけど、このね、LINE のね、この16歳の少女が言ってることがまず意味不明なんですよ。グルチャで言い合いになって、今から恋や言ってなってあって、タクシーで灰が見ね言って、殴って蹴って、でやら、根性焼きやらしようたら、あんま動かんくなって、それで首絞めて最後に首の骨を折って投げ捨てた。投げて捨てた。意味がわからない。あ、これなんかのあれ方言なんでしょうね、多分。あ、広島弁か。広島県の何とか市の山中に遺棄したとして、まあ、しかも16歳の無職ですからね。無職。うん。で、さらに、その少女の知人の男女6人を逮捕したと。新たに逮捕されたのは、無職の瀬戸王平容疑者、過去21歳、と、鳥取県などに住む、いずれも16歳の少年2人と、広島県に住む、いずれも16歳の少女3人と。こいつらは一体何なんだと。ね。まあ、当然、16歳、俺ツイッターにつぶやきましたけど、16歳程度で、ね、首の骨折って投げ捨てたとか、わけわからんこと言って、しかもぶっ殺したとか、そんな簡単に殺せれないだろ、人なんて。人間的に。首の骨折るって、男でも厳しいんじゃない？首絞めて、だって、首絞めてって。首絞めても普通女程度の力だったら、絶対もがかれるから、絶対逃げられますよ。せめて男じゃないと。だから、絶対共犯者は男だと思ってたんです。
そしたら今ここ見たら、21歳、多分これ男ですね。この21歳。無職。多分こいつが主犯ですね。殺したのは多分こいつだ。大体間違いなく。しかもこいつら全無職だろ、これ。16歳で無職ってもう相当のゴミクズ。高等専門、専修学校の元同級生。つまり、こいつは今現在無職なんだけど、もともとは高等専修学校に勤めていたと。勤めていたっていうか、まあ、通ってたわけでしょ。つまり中退したわけだね。高校な。高校中退ですよ。皆さん。高校中退してるんです。まあ。で、ここら辺がね、やっぱラインのね、この言い合いでね、さっき言ったやつがあるんですけど、これひらがなが多すぎて、もう何言ってるか意味不明なんですよ。ここら辺。で、さらに方言も加わって、お前、ちょっと、スマホで検索じゃなくて、漢字に変換できるだろうって。お前、ちょっとそんぐらい使えよと。さすが、ちょっと中退しただけある。確実に頭がちょっと、ね、相当悪いんでしょうね、多分ね。確定で。間違いないでしょう。殴って蹴ってやらいい、根性焼きとか。根性焼きとかわけわからん。だいたい根性焼きってどういうことなのか、俺もよくわかってないんです。根性焼きってどういうことなんだろう。俺、どういうことか、いまだに分かってないんだけど。なんかあれなのかな？タバコでブチューってやるのかな？あれが根性焼きなのかな？かんないんだけど。しかも、この殺された方も殺された方ですよね。タクシーで？多分、灰ヶ峰っていう山なんでしょうね。に行ってってなってますけど。ね。で、だって、今から殺すっていう人間が、ね。山中に一緒に行くかって。頭おかしいだろ。あいつは喧嘩売ってきた。グルチャで言い合いしようたけないよう覚えてないけど、人間じゃないとか死ねとかで殺したるは言うて、言うたら、分かった、殺しに来いや、言うけ、殺したった。わけわからないですね。もう、まあ、全部ここら辺ひらがななんですけど、意味不明なんですよ。まず。ね。で、殺したるは言いました。まあ、俺が犯人だとして、殺すわ、っつって、で、その殺された人間が、今から殺されるのっていう、殺すわって言って、わかった、殺しに来いや、って言って、で、一緒にタクシーで、山の山中行って、で、殺されるんですよ。行く方も行く方ですけどね。だって当然、この、
1対1じゃ絶対殺せないんですよ。骨折って、首の骨折って根性焼きして殴って蹴って、ね。だから、つまり、この6人、さっき言った、21歳のやつと、16歳の2人、男2人、あと16歳の少女3人が逮捕されてますけど、まあ、つまり合計6人、プラス、殺された人間と、まあ、主犯と思われるこの元同級生16歳、合計8人で行ったってことなんですね。ね。少女はこれまで山まで車で向かい、女性と2人で降りた。1人で殴ったり首絞めたりして殺した。などと説明していたが、少女と女性は運転免許を持っておらず、少女と、複数の知人らがスマホで、私たちも逮捕されるねなどってやりとりしたことが判明。意味がわからん。運転免許持っておらずとか言う問題じゃないだろ。まだ16なんだから免許取れるわけねえだろ、間抜けって。何それ。ここの説明いらんだろ。ね。女性と2人で降りた。16ですよ。16が、1人で殴ったり首を絞めたりしたら、できますか？絶対。絶対無理ですよ。絶対相手抵抗します。だって殺される、なんかその、願望でもなければ、ね？そんなミスミス殺されるわけねえだろ。相手がやってきたらやり返すだろ。そんなガチムチの女だったら、まあ、まだしもね。あの写真見ましたけど。二人の写真。別に普通の、あれですよ。華奢な女ですよ。殴って蹴って根性焼きしたら動かなくなったから首絞めて殺した。骨折って殺した。投げた。首投げたです。わけわからんでしょ。ここら辺いまいちわからんことが多すぎるね。ああ。だから、一人で絶対殺せないはずだから、数人と行ったはずなんですよ。まあ、数人で行くか。はい、7対1です。8人でタクシー乗りました。まあ、まあ、ね。まあ、乗ったと仮定しましょう。逃げるだろ。もう確定で殺されると、山ん中行くって。そのタクシーの運転手も問題だよ。いや、タクシーの運転手じゃねえ。おそらくタクシーっていうのは嘘だ。通常の運転手だ。この21歳が多分運転した車なんだ。じゃあ、男と女で、女連れて、その女を、だから3人で行ったのかな？結局。21歳の男が運転して、で、あと16歳の女、で、元同級生、殺された女の子、ね。と3人で行ったと。ああ、それなら考えられんくもないけどな。それだとなんでその、16歳の少年2人と、16歳の少女3人が逮捕されたのか、ちょっと、謎なんですけど。一体なんで逮捕されたのかって。とにかく、気違いですね。ね。ああ。気ちくすぎる。
がに鬼畜すぎるだろ。さすがにおかしい。だってさ、ね、さっきから何回も言うけど、殺せやって言って、ね、言って一緒に車に乗るんですよ。まあ、無理やり乗せられたか知らんけど、もう、ね。じゃあ無理やり乗せられて車の中に行きました。車の中行って森の中、山の中行きました。ってことは、だいぶ、もう乗せられた時点で確実に拘束されてて、ああ、とかされないと、もう拘束されまして、ってことかな。で、根性焼きして殴る蹴るして動かんくなったから、それならまあ納得がつくな。もう最初からもう無理やりこう、連れ出されて、車の中に入れられて、拘束されて、手首とか、手足、拘束されまして、でも行ってぶっ殺したと。ああ、それならわかるか。うん。なるほどね。一人で納得。うん、まあ、何にせよ鬼畜の仕業だと。これがゆとりかと。いや、というか、広島あたりはもう、まあ、つってももう結局西日本がおかしいよな。なんでもかんでも。基本的に。基本的に西日本はもういろいろおかしい。まあ、間違いなく。最近もあったけど、北九州の、運転のマナーの悪さとか、それです。ひき逃げ事件とかさ、あったけどさ。ほんと、鬼畜だよね。鬼畜ってか、鬼違い。ほとんど。福島の、違う、福岡か。福岡県、まあ、いわゆる北九州のところがすごい日本一、運転の、あれがひどいらしいですから。ものすごいですよ。あそこの人間。あれ、頭おかしいんじゃないかと。思いますけどね。あれ、なんなんだろうね。暑さで頭おかしくなってんのかな。ウインカー出さないで曲がるとかさ。で、ね、横から入ってきたら、したら、もう煽って、なんたらかんたらするとか、ね。でもほら、もう無理やり寄せつけないとかさ、その入れてあげないとか、横の人を入れてあげないとかさ、まあ序の口として、もう犯罪ですからね。もう犯罪はしまぐってる。もうクラクション鳴らすとかはもう当然のごとく。やっぱあそこら辺の人間おかしいんかな、頭な。大阪もそうだけどさ。西日本ちょっと、あれじゃねえの。マジ頭おかしいんだよ。鬼畜だよね。もうこっち東日本の人間から考えられんことしてるから。やっぱり頭、暑さでおかしくなってるかもしれない。うん。まあ、少なくとも人外の行動をしてるというのは間違いないですね。もうだから福岡県もそうだけど、うん、九州自体がもう、だいぶ運転マナー悪いらしいですからね。やっぱり。あれ、なんなんですかね。本当におかしいと思う。絶対。だって俺らそんなことしねえもん。新潟人。
そんなさ、クラクション鳴らしたりとかさ、ウインカー出さないで普通にこう、ね、曲がったりとか。しねえもん。きっちりウインカー出すし。ね。で、ちゃんと入れてあげるし、ね、横から、その、なんか通路のところから、来てる人を、入れてあげるし。それ普通じゃないそれ。そんなん普通だろ。そんぐらい。もう、さあ、おかしいよね。同じ人間の性とは思えん。やることとは思えん。まあ、何にせよ。まあ、最近思ったこととしては、西日本はちょっと頭おかしい。確実に。確実に東日本よりは確定で頭おかしい。人間が多い。あくまでも、そういう人間ばっかりではないのは分かったとして、まあ、分かるんだけど、確実に多い。で、そう言うと、大阪人とかは、ぶち切れてくるんですよ。そういうこと言うと。それもちょっと頭おかしいですよね。もう。だってさ、頭おかしい人間が多いって言っただけですよ。ね。多いって言っただけです。別にお前が、頭おかしいとは言ってないよ。ね。それなのにブチ切れてくるからね。そういうこと言うと。普通じゃないでしょ。だって多いって言っただけでしょ。だって俺だったら、あ、確かに、あ、多いわ。ほんとここら辺マナー悪いんだよなって、言うだけで終わりますよ。それなのに、さも自分が言われたかのように、勝手に錯覚して、ぶち切れてくるわけですよ。本当に、血の気の多さ、本当に見習いたくねえわ。野獣かなんかだと。絶対頭おかしいあれは。大阪とか、特に、運転マナーも大阪悪いしさ、な。大阪も悪いけど、大阪以上に悪いところがあるとは俺も思わなかったですね。正直、九州が一番悪いと。しかも北九州。九州は北になるほど、ものすごいらしいです。九州住んでる人、あんまりあれですよ。絶対多分なんかおかしいんだと思う。何かが。新潟の人とか東日本の人とは多分何かおかしいよね。何か絶対違うんだよ。その考え方とかが。ヤクザが多いとか、人口が多いとか、そのくくりでは、一くくりで、できん、内容なんだ。もうちょっとね、日本人というか人間としてのね、マナーというかね、考え方というか、そこら辺ちょっと理性を保ってほしいですよね。まあそんな切れてばっかりでさ、で、他人にも何にもほら、もう自分が良ければいいみたいな感じで、何にもほら、ね、しないとか、他人に対して。譲り合いの心とかも一切ない。
そんなクズの、ね、仲間入りはしたくないですよ。同じ日本人として。さすがに。ということで、長くなりましたが、朝日のドライプレミアムは、まあ、五つ星かな、これはね。五つ星。です。それでご視聴ありがとうございました。